江川さん、はい、このバッターボックスの柴が話していたんですが、グラウンド外の交流というのも両チームあるようで、柴はですね、今マスクをかぶっているペレスから、はい、このキャッチャードームの意識というのを